ツリーホテル、ザユーフォー、ツリーホテルは、スウェーデンのホテルである。スウェーデンの北部にある、ノールボッテン県のハラッツの森林の中に所在する。近くには、ルーレ川が流れている。この施設は、2008年に公開された、ヨーナス・セルベリー・コール・アウグスツ監督による映画、木を愛する人からそうを得て制作されたもので。 地上からおよそ4から6メートルの高さに設けられたツリーハウスに宿泊することができる。トリップアドバイザーが発表した死ぬまでに泊まりたい世界のツリートップホテル12に選ばれている。2011年にはスウェーデンのグランドツーリーズムアワードを受賞している。2010年7月17日に開設された。開業当時はそれぞれキャビン、鳥の巣、ブルーコーン、 ミラーキューブと名付けられた4つの客室が存在した。同年10月、UFO ドラゴンフライという客室が開設された。2016年にはセブンスルームという客室が開設されている。キャビンはマーチンシレーンとグスタフシレーンが設計した。鳥の巣は建築家のバーティル・ハグストロムが設計した。ミラーキューブは 建築家のボーレサムとマーティン・ビデガルドが設計したもので、一本の木の幹に立方体が固定設置された構造をしており、外壁にはガラスが張られている。セブンスルームは、オスロとニューヨークに活動拠点を置く、設計事務所スノヘッタが設計した。ルレオ空港から車でおよそ1時間。ありがとうございます。